はい、こんにちは、亀山です。この子は、この子はフトアゴヒゲトカゲのモルフガハイポトランスレザーゼロっていうトカゲで、シラシロちゃんっていう女の子です。女の子、はい、ちょっと白っぽいですもんね。そうそうそう、名前の由来もそこからですね。へー、もっと真っ白になってほしいんですけどね、なかなか思うようにいかないけど。かわいい。まだちっちゃいですよね、この子。大人ではない。そうですね、まだ1歳ちょっと、1歳半のかな。まあ、やんちゃな女の子。そう、可愛いんですよね。え、はい、あら、こっち見てます。あー、やべえ、可愛い。超可愛いですね。うん、いや、ふとはこれ見て買いたくなるな。買いたくなる。うん、買いたくなる。買ってるのに。え、レオパも3匹飼ってるんですね。そうですね、まあ、1匹は西アフなんですけど、西アフ1匹に、あとレオパ2匹。レオパ2匹、はい。そういえば、あの亀山さん、あの前の動画でレオパが誤飲したっていう動画があったんですけど。あ、そう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 、それはどの子？誤飲しちゃって、これが西アフリカトカゲモドキのおもちもちっていう子なんですけど、ちょっとおもちもち、なんか美味しそうな名前。おもちにするかもちもちにするか迷った結果足すっていう。なるほど、いい名案だけど、なんかなかなかない。あらー、この子、かわいい。ちょっとね、誤飲しちゃったんですけど、今はもう問題なくね、餌もちゃんと食べてくれて、尻尾もムチムチになりました。ねえ、尻尾すごいプリプリ。かわいい。やっぱレオパとちょっと違いますね。ちょっと太ってますよね、うん、やっぱりバットテール月光っていうだけあって、尻尾も太いし。へえ。その子はマラカイトハリトカゲのファル君っていう子です。マラカイトハリトカゲ。そうそう、なんか針があるんですか？ハリトカゲは全体的にチクチクしてる感じですね、体が。へえ。全然慣れないっていう。慣れない。そうですね、ハリトカゲって言ったらそういうイメージで合ってるかなって感じですね。あ、痛いですか、針で刺されたら？あ、そんなことないですよ。毒とかもない？ないです、ないです。見た目がちょっとチクチクしてるだけで、別に触ってもそんな別に痛いとかはないですね。え、この子は、この子はセマルハコガメのコハコです。もうね、本来はね、多分指とか見るとすぐ寄ってくるんですけど、多分今まで寝てたので寝ぼけてると思います。起こしてごめんよ。かわいい。ちょっとほんのりピンクというか、赤っぽいんですよね。赤っぽいですよね。頭が黄色なんですか、これ？頭黄色ですね。すごい。いやー、立派だわ。アキラさん。ついに会えたね。はい、アキラさんです。この子が、ロシアリクガメだそうですね。そうです。まあね、ずっと昔から一緒の付き合いしてますね。一番長い親友。そう、親友。アキラさん、アキラさん、お、ちょっと近づいてくるか。アキ、え、何年一緒なんですか？12年です。12年。マルコさんの、あ、一緒か。こと一緒ですよ、多分亀子くんと。うちはあの一緒にいるのは10年なんですけど、うちに来る前に2年経ってたから12歳。そう、うん、とベビーの時にお迎えしたんで。あら、私そう、ベビーからこんなにでかくなって。そうそう、ね、メロンパンリクガメっても言われてますよね、ロシアリクガメは。え、そうなんですか？うん、甲羅がメロンパンみたいとか、メロンパンリクガメって言われてるみたいな。でもなんでロシアだけ名前が2つあるんでしょうね。名前
結構なんか3つぐらいあるんですね。ああそうだそうだ、3つぐらいあるのか。ツービリクガメとホルスフィールドリクガメとそうなんですよ、ロシアリクガメ、みんなね一緒ですから最初は困惑すると思いますけど、うん、ということで、はい、亀山さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。いや本当にたくさんの爬虫類がいてもう今紹介したもの以外にもたくさんもっとね爬虫類飼ってたんですけど、はい、よかったらあの亀山さんのチャンネル登録の方も、あ、ちょっともう一回噛んじゃった今ね紹介した、爬虫類以外にももっとねたくさんの爬虫類飼ってたんですけども、はい、亀山さんの爬虫類のチャンネルぜひ見てください。カメヤマさんの、チャンネルの方を下に貼ってきますので、はい、ぜひカメヤマさんのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。